作曲家、アントン・ブルックナーの作品、特に公共曲について、同じ曲名でありながら、異なる版、項を称する複数の楽譜が存在する。これらを、ブルックナーの版問題あるいは、版問題と総称することがある。投稿では、その詳細を説明する。異なる版、項を称する複数の楽譜が存在する背景として、しばしば以下が指摘される。一つ目の背景は、 作曲者による改訂である。ブルックナーは作品を完成させてからも様々な理由から手を入れることが多かった。ここには小規模な過筆もあれば大掛かりな変更もある。改訂時期も多岐にわたっているが大規模な改訂は時期が集中しているとの見方もある。例えば、レオポルト・ノバークは第一次改訂の波。 第二次改定の波という言葉でこの見解を説明している。改定理由としては、弟子の助言、初演拒否などの外的な理由もあるが、それだけではなく、基本的には、ブルックナー自身の音楽的な欲求、作曲家としての性格が反映されたものであると考えられている。ブルックナー自身による主な項の一覧念は、完成年二つ目の背景は、弟子の関与である。 ブルックナーの楽曲が最初に出版される際、弟子たちが手を加えることが多かった。その規模は楽曲によって異なり、細かい工程レベルのものもあったが、一部の曲では、頂戴すぎるために演奏機会に恵まれなかった詩の作品を世に出そうと、弟子が大掛かりにカットを加えオーケストレーションの変更をしたりもした。このほか、作曲者の改訂に助言、意見することもしばしばあったとされる。 これら初版譜は特に公共局第5番と第9番でブルックナーのオリジナルとの乖離が大きい。後に肯定、出版される原点版はその弟子たちの過失部分を明らかにすると共に排除し、ブルックナーの本来作曲しようとしたものを明らかにすることを目指したものであった。三つ目の背景は国際ブルックナー協会による原点版肯定作業を 当初ハースが行っていたが、戦後ナッチとの関係などからハースが、その位置から退き、ノバークに変わったことである。ノバークの使命は、ハース版ではない原点版全集を出すことであった。ノバークは、ハースの皇帝態度を一部批判し、皇帝をすべてやり直した。このため、ハース版、ノバーク版2種類の原点版が存在することとなり、 バッハやモーツァルトの全集版に習って、前者を旧全集、後者を新全集とも呼ぶ。ブルックナーの作品の資料の多くは、オーストリア国立図書館に保存されていると言われる。ただし、それ以外にも方々に散逸しており、未だ思蔵しているものがあると指摘するものもいる。これらには、スケッチレベルのものから、完成型に近いスコア、パート譜など、いろいろなものがある。 公実の国際ブルックナー協会による原点符は、これらの研究から生まれたものである。その一方、ブルックナーの遺言に従って、ブルックナーの没後に、オーストリア国立図書館に一括移管された自筆校が存在し、遺贈校と呼ばれる。公共局に関しては、ハース版とモノバーク版最終項とも一致しない部分があり、専門家の評価も一貫していない。 初めて出版された譜面を初版と総称している。総字手で子の皇帝、または改訂が加わっている。改訂版とも称される。曲によっては改ざん版とも称される。出版当初、ドブリンガー、レーティヒ、グートマン、ハスリンガー、ウニベルザール、ブライトコップ不当の出版社から出版された。その後、オイレンブルク、ペーターストーからも出版された。 これら初版群は現在ではほぼ絶版である。ただし一部の楽曲がカーマスやドーバーなどの出版社やオンラインスコアに残っているほか日本では現在一部の公共曲が音と言葉社より復刻出版されている。評価口実の国際ブルックナー協会による全集版の登場により駆逐され長らく存在を無視されてきた。 特に公共局第5番、第9番の改定は極端であり、ブルックナーの合意については疑問を呈する意見が強かった。公共局第4番の第3項についてもしばしば同様の評価を受けてきた。最近ではこのような行き過ぎた、無視、駆除を見直す動きがある。その背景に挙げられるのは、例えば以下のような事情である。前期の諸般群に含まれる弟子たちの関与を明らかに、 それを除去すべしという研究者の機運から、1929年、ウィーンにて国際ブルックナー協会が創設された。1933年には協会皇帝府の出版社も設立された。1945年までの間、ロベルト・ハースが主観編集者を務めた。この時期、初期にはアルフレート・オーレルが後期にレオポルト・ノバークが皇帝作業を共にした。 この間、以下の楽譜が原点版と称して出版された。これらを第一次全集版、またはハース版と称している。オーレルが肯定した楽曲については、オーレル版と称することもある。ただしこのプロジェクトは、第二次世界大戦の中で作業が滞った上、ナチスドイツの協力を受けていたことにより戦後に頓挫し、ハースが国際ブルックナー協会を追放される結果となった。 この時点で、肯定報告が残されていない曲も多数残ったほか、肯定、出版に至らなかった曲もいくつか残された。そのほか、初版出版に尽力した音楽家との対立により一部の資料を参照できなかったこと、あるママーラーが保有していた、公共曲第3番の第1から3楽章の自筆譜を参照できなかったこと、などの問題にも直面したとの話も伝わっている。 なお、ナチスドイツの台頭により、1938年時点で、国際ブルックナー協会は、公的には、解散、1951年までは、大仏ヒで活動を続けていた。ハースの仕事は、その後、公術のノバークが引き継ぐことになるが、その中でノバークは、ハースの肯定態度の一部を主観的なものであると、批判、例えば公共局、第2番、第8番などにおいては、 作曲者が残した複数の項を合成、接中してしまっていると指摘した。ただし、ハース版すべてが複数の項を合成、接中しているわけではない。公共局第4番修学賞や第1番のように、作曲者自身による意向を別個に肯定し、残したものもある。またハース失脚後、ハースの意思を尊重し、 フリッツ・エーザーが公共局第3番を肯定したエーザー版があり、一旦戦争で版が消失したと言われていたが戦後に発見され、しばしば第1次全集の範疇に含められる。出版ハース版は当初無時期戦車フトリッカー・バーラグから出版されていたが、その後すべて後日の第2次全集版に置き換わった。戦後、東ドイツのブライトコップ社から出版されたことも、 あったが、これらも、その後絶版となった。現在、一部の楽曲が、アメリカのドーバー社、カーマス社などから出版されている。評価口述のノバーク版の登場により、次第に、このハース版の問題点が、明らかになった。例えば公共曲、第2番、第8番などにおいては、作曲者が残した複数の項を合成、折中してしまっているとノバークは、早くから指摘してきた。 また、公共局第4番、第8番の一部には、旋律、楽器法などの点でその根拠が不明な箇所があることが指摘されている。残された、自筆構想の他の諸資料のどこにもその根拠が見当たらない箇所があるため、ハースが保筆作曲したのではないかとの憶測すらなされている。もっともハースは、弟子の助言や要請による改定部分を廃止、真に、 ブルックナーが追求していた最終型を求めて肯定したとの見解を示し、ハース版に一定の評価を与えるものも決して少なくはない。ブルックナーを得意としたギュンターバントや朝日奈隆は常にハース版を用いておりノバーク版初版を用いた、特に肯定という点で多くの問題が指摘される、公共曲第8番のハース版についても曲のスタイル、 音楽的な完成度という点では、ヘルベルト・フォン・カラヤンのように肯定的に受け止める演奏者、指揮者も存在する。1951年、ブルックナー協会の活動拠点は、ウィーンに戻るとともに、主観編集者をレオポルト・ノバークが務めることとなった。ノバークは、ハースの肯定した楽曲もすべて肯定をやり直した。同時に、ハース版の問題点の解消を図り、 ブルックナーの創作形態のすべての出版を目指したとされる。これらを第二次全集版、またはノバーク版と称している。公共局第3番、第4番、第8番については、早くから改訂前後の楽譜が別々に肯定、出版されており、その部分においてはハース版の問題点は解消されている。ノバークは健康上の理由で、 1990年に主観編集者を引退した。その後は MWV のヘルベルト・ホックが主観編集者に就任し、キャラガン、コールズ、ホークショー、フィリップス、コーストベットなどのブルックナー研究者と協力して皇帝譜を作成し続け、現在に至っている。すでに、ノバーク生前の1979年には、ギュンター・ブローシェが第一番のウィンコーを皇帝し、 近年では、ノバーク時代に出版されなかった項として、公共曲、第2番第1項、第4番第3項が出版されたほか、第2番、第2項、第9番の進行帝府が出版された。これとは別に独立して指揮者でもある、ハンス・フーベルとシエンツェラーが5番と9番のみ、オイレンブルク社から原点版を出版しているが、まだ全集版には至れていない。 出版現在、国際ブルックナー協会による楽譜は、無直戦車太り館バーラグから出版されている。一部の楽曲は、オイレンブルク、音楽の友者などからも出版されている。評価事実上、最終項が、現在のブルックナー演奏譜の標準となっている。もっとも、ハースバンビーキの研究者、演奏者、愛好家から否定的に評されたり、 実質項を詳細に調査している研究者から問題提起されることはある。演奏者が実際にブルックナーの公共曲を演奏する際に、どの番、項を選択しどのように演奏するか、その考え方や実情には一貫した傾向があるわけではなく、ケースバイケースという他ない。以下の説明は、その背景、現状のいくつかを列挙したものである。ありがとうございます。